ホス,グル,イホス、えー、ルポ誰が国語力を殺すのか、えー、朝日新聞政治部というです、ね、あの本ですねスヌーピーの父チャールズ・シュルツデンという本を読んで、えー、あと物語の家というです、ね、これあの絵本を買ったんですけども「行ってみましょう。<laughs> ホス狂いホスト狂い」という本があってこれ面白かったですで面白かったので、えー、単行本で買った後、あバラバラって言うんだこれ面白いなと思ったので 常に読むために Kindle 版もわざわざ買いました単行本を買った後で、でそれの上で最後まで読みました面白かったですでもほとんど電車に乗ってる時トイレに行く時とかですねあと、えー、ラーメン屋で行列で並んでいる時とかそういう時にだけ読んでました、えー、ルポ誰が国語力を殺すのか これはあの、十分の一ぐらい読みました。ひょっとしたら十五分の一ぐらいですね。えー、でも、読者、あの、作者に対する反論が出てきまして。子供っていうのは読解力不足が、だというふうに出てくるんですけども、そうじゃなくて、その。 過剰な物語世界に慣れている上にミスリードされてるだけだと思うというふうに僕はメモしています。どういうふうなことかというと、ゴンギかな。ゴンギツネか何かで,で、えー、おばあさんが死んで、そのおじいさんに対して、えー、いたずらしてたのを、ゴン狐は反省するんですよ。狐あゴンギツネがその様子を見てると、おばあさんの葬式なんだけども、えー、鍋で何かを炊いているって書いてるんですね。で、鍋で何かを炊いているのに対して、子供たちの,あの自由にディスカッションさせたら、あれはおばあさん。 んをいいているんだ何かそういう回答が続出しているとでこれは子どもたちの読解力が落ちている証拠だって書いてあるんですけど違うんですよ。子どもたちはその「面白いイコール刺激が強い過激な物語世界」に慣れてるがゆえにその鍋で何かを似ているって書いたらもうそれで「あこれホラーなんだ面白い話なんだ過激な話なんだ」というふうなことでおばあさんを似ていると一番面白い あの先読みをしてしまってでそれを子どもたちがでグループディスカッションしたら多分そんな話なんじゃないのかなというふうになっちゃうだけなんですねだからその読解力不足ではなくて過剰な過激な物語世界に慣れて先読み展開がものすごい巧みになっているその子どもたちの実情に作者がついていってないだけだと思うんですけども。 ただこの本の後半に書いている私立の学校ですか、えー、中高一貫で教えている女子校の話でですねそれでアンの「アンネの日記」を読ますっていうのがあったんですけどアンネの日記っていうのはその中学2年生とか3年生の女子校ですから女の子だけが1年間かけて最初から最後まで全員 その熟読するとこんなに面白いのかっていうのがあってです、ね、ちょっとそれ感動しました。あの誰が国力を殺すのかというのを僕は10分の1か15分の1ぐらいしか読んでないんですけどこれぐらい面白かったです。えー、朝日新聞政治部というです、ね、あの本ですね。えー、これはあの熟読決定して Kindle も買ったんですけどまだ全然読んでません。あのーえーとね 100分の1ぐらいいしか読んでないでなすただもう前書き部分の,その朝日新聞で元政治部だった記者の人がもう引退してですねで何かの事件があってそれに対して正義の怒りみたいなのを燃やしたんですねでそしたらですねその奥さんにめちゃくちゃ怒られたとでそれがあなたはなんでこんなことで泣いてるとあなたには泣く権利なんかないわってあの朝日新聞の政治部の記者っていうのは慢傲慢で傲慢で なな、んだろうな自分は社会より偉いと思っているそんな人間なのよあなたはっていうふうに奥さんに大説教されるシーンがするもうそれだけでめちゃくちゃゃく面白かったんですよでなのでいずれ読もうと思ってそこの部分だけ読んで、ね、つんどくしています。でなんかね 積読でもねこんぐらいでも十分面白いじゃないですか <laughs> スヌーピーの父チャールズ・シュルツ伝っていう本を読んでこれもまああ100分の1ぐらいしか読んでないんですよなんでかというと分厚い本で2段組で、で組活字がぎっしりなんですよ。ただあのチャールズ・エム・シュルツっていうですねあのスヌーピーの作者というのはちょっと面白いおじさんだなと思ってまず漫画「あのチャールズ・エム・シュルツ」っていうのを買ったんです、ね、そしたら全然面白くない人だっていうことが分かってこんなに平凡で面白くないやつがいるのか ですこんなに平凡で面白くないやつがあんな面白い漫画描いたのかと思って「電気」読んだらですねもうあまりにも分厚くて長いんで誰かこのダイジェストを描いてくれないかなと早いこと AI はですねそのダイジェストでですね俺が面白そうな部分だけ教えてくれるアシスト読書アシスト AI が出てこないのかとそっちの方の妄想に行きました。 えー、あと、「「物語の家」っていうですねこれあの絵本買ったんですけども、まあ、パラパラっと見ましたでアニメとか映画に出てくるです、ね、家の話間取りとかそういうの話かと思ったらその作者が妄想した、えー、妄想というかです、ねまあまあ、空想ですよねいろんな設定も考えてくれてるんですけどもあのそんな本だったから結構がっかりしてです、ね、これはなんか俺が読む本じゃねえなということで,です、ねえー、本棚のです、ね、一番隅の方にしまったやつですね